知って得するアドバイス。痩せるための食生活で必ず控えるべき4つの食品というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なぜ痩せられないのか、痩せるためには何を食べちゃいけないのかというのが分かってきます。健康的にダイエットを成功させたい方は最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、痩せるための食生活で取ってはいけない食品ということで紹介していきます。何を食べてもカロリーがオーバーしていなければ痩せられるという説ももちろんあるんですけども、実は体に悪いものを食べていては1日の総カロリーがマイナスになっていてもですね、痩せることはできません。ですので、まずは体に悪いものを控えるべきということが大切です。世の中にはとっても美味しいけど健康に良くないものたくさん溢れ返ってます。その欲求というのはなかなか抑えられません。ですが、もし健康的に痩せたいのならば、今回の4つの食品は控えてください。では紹介していきます。1つ目、ポテトチップス。皆さん好きですよね、ポテトチップス。太ってる方大体食べてると思います。私もスーパー行った時、お菓子のコーナーに必ず女性が立ってるのを見かけます。いやらしい話ですが、ついつい太ってる女性のカゴの中を見てしまってですね、あ、お菓子入れてんな、チョコレート入れてんな、みたいな、もっと太っちゃうな、みたいなことをね、勝手に思ってます。ポテトチップス、ジャガイモなんですけども、このジャガイモがいけないわけではないんです。このジャガイモを茹でたり蒸したりすればですね、エネルギーと食物繊維、適度にもちろん取れます。栄養があります。ですが、揚げてあるジャガイモというのが結局 NG なわけです。手作りをしたとしても、無駄な油を取ってしまう。カロリーが高カロリーになってしまう。売ってある食材のポテトチップスを買ったとしたら、トランス脂肪酸や過度な塩分、満腹にもならない高カロリー、その結果、体重増加につながります。ですので、ポテトチップスというのは控えてください。しかし、どうしても食べたい、ポテトチップスは食べたいんだよって思うならばですね、買ったジャガイモをスライスして、レンジでチンしてできるようなポテトチップスのメーカーを買ってですね、スライスしたジャガイモを並べてレンジでチンして、適度にスパイスをかけて食べて満足してください。2つ目、炭水化物のスナック。これは、クッキー、お米のポン菓子、シリアル、パン、シリアルバー、などです。シリアルバーというとですね、グラノーラとか、ああいったものをスティックにしてあるような、一見健康そうな食品ではありますが、実は、トランス脂肪酸、エネルギーに変えにくい脂肪や、砂糖、などがたくさん含まれてます。ですので、間食で食べてしまうと、ご飯お茶碗一杯分ぐらい余分なカロリー取ってしまうので、これらの食材というのは控えるべきです。なぜかというと、炭水化物のスナックというのは血糖値を異常に引き起こす単糖類が含まれています。脂肪の蓄積において血糖値というのはとても関係してまして、血糖値が一気に上がるような食材というのは痩せるためには控えてください。仮に小腹が空いた、おやつ食べたい、そういう時はですね、食物繊維や炭水化物、タンパク質の含まれた食品をつまんでください。例えば低カロリーのチーズと果物、リンゴとピーナッツバターなど、タンパク質と果物を適度につまむというのがおすすめです。3つ目、砂糖を使った飲料。もうこれは必ず太りますよね。もう砂糖の入ったラテとかミルクティーとか甘いコーヒーとかめちゃくちゃ美味しいですよね。もう間食っていうよりも喉が渇いたから飲んじゃおうみたいな感じでね、あれ1食分ぐらいカロリーありますからね。もうコーラとかスポーツ飲料、それらもとってもカロリーが高いです。お茶碗一杯分ぐらいのカロリーがあったりします。ですので、痩せたいというならば、必ず控えてください。お水を飲んでください。4つ目、ラストです。精製小麦でできたパンやビスケットです。これらは、2つ目の炭水化物のスナックと同じようなもんで、食べた瞬間に血糖値が異常に上がります。そうすると、インスリンが分泌して、脂肪を蓄えやすくなりますので、もうカロリー、うんぬんではなくてですね、もう必ず控えるべきです。精製された小麦というのは、食物繊維がほとんど残ってなくてですね、血糖値が急上昇しますので、とても危険です。朝ごはんとか、食パンとかでパパッと済ませたい方、パン屋さんでパン買って、朝に1、2個食べるとか、それだけでですね、めちゃくちゃ肥満のリスクが上がります。腹持ちも悪い、カロリー高い、デメリットしかないですよね。ビスケットやケーキ、そのようなものにはですね、健康に悪いトランス脂肪酸、
というのが含まれてね、酸化しにくい、美味しい、日持ちするかもしれませんけども、絶対にダイエット中は避けるべきです。ダイエット中ではなくて健康に気を使ってるのならば避けるべき食材です。どうしてもケーキが食べたい、そう思うならばですね、全粒粉やナッツ、糖分の少ないダークチョコレート、そのようなものを使って自宅でケーキを作って適量を食べてください。とても手間ですが、ダイエットが無駄にならない、太ってしまって余計に苦労する、それを思えば楽なことでしょう。今回の4つの食品、これを意識してですね、必ず控えてもらって、適度に運動する、健康にいいものを選んで食べる、そうすることで必ず結果がついてきてダイエットに成功できることでしょう。皆さんの努力が報われるように、これからもダイエット情報を流していきます。勉強だった方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方は、これからも短い時間、少ない回数でキック、効果的なエクササイズ、知って得するアドバイス、ダイエット情報などを流していきます。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。